そこ、そこバレない？そこ大丈夫か、そんなとこで。そっちからスピーカーに声くれる。あ、テステス、こちらマイクのテスト中。本日は晴天なり。あ、テステス。テステス言うな。いいね。テステス言うな。さすがつくものスピーカー。すぐそこにいるみたいだ。これで仕込みは OK なのですか？スピーカーないんつかんだ。ああ。やれることはやったと思うよ。これでいいんだ。うわっ、やばい。お、やばいやばいやばい、まずい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 、ストップ、やばい、ちょっと待った、やばい、バレたくないやつバレた。ヤックンたち呼んでこい。さっき不審者がいるって警備が騒いでたよ。そうなんだ。まだこんなとこいたんだ。けどなんか見た顔だと思ったんだよね、昼休みの時のさ。そうなの、俺見たことないよ君のこと。てめえ昨日のやつだな。俺のスマホ取ったろ。おい、たっぷり弁償してもらわなきゃな。もう勘鋭いな。大丈夫ですか、矢上氏、せっかくここまで来たのに。どうする、うまく切り抜ける。どうやって切り抜けるの。ラグビーも読むな、ラグビーも読むな。嘘だろ、うちの学校に入り込んでんだ、誰なんだ。ラグビーも呼ばないでよ。何にも答えねえんだ。マジで不審者じゃん。女子の体操服でも盗みに来た。あ、お前らだろそれ。なんだよ、じゃあこいつ好きなだけボコっても OK。 ラグビー部やめろ。ダメ、俺ら変態捕まえたヒーローになれるよ。やった、俺一回人の骨ぶち折ってみたかったんだよな。ラグビー部やめろ、危ねえぞ先生。ラグビー部の顧問やめろ。何やねん、ヤックン、こいつ結構やるからみんなで一斉に行った方がいいよ。あ、こいつがヤックンってことね。やっちまえ。おい、すっごいね、すごい飛力。マジか。うん、すごいでしょ。はい、切り抜けたー。うわっ、離すなよ。ラグビー部っつ、おっとー、かっこいい、かっこいい。さあどうする、戦っちゃうの。危ない。おお、おお、お前ヤガミすげえな、かっこいい、かっこいい、なんでもできんのかい。気合の入った変態じゃねえ。ああそうだぜ。おい、誰が変態やねん、誰が変態やねん。おい、ここで捕まったら変態扱いですぞ。ニュースの見出しはきっとハレンチなものになります。いやそれやめたい。冗談じゃねえ。やるしかねえか。ハットリがなんか言う、絶対出てくるからな。やってやるぜ、ヤックン強いな。ヤックン以外にまずやってみるか。とりあえず流していいのか、ここは。オッケー、高校生は流しで十分かな。あんまし本気でやったらかわいそうだし。何、うおー、すごい、そんな回避もできるんだ。やった、俺必殺技をはじきたかったの一回。うぅー、おい、ヤックン来いよ、来てみろ、あとヤックンだけだぜ。やばい、危ない、すごいすごい、マジですっごい、マジですっごい、これは嬉しい。うぅー、おい、この竜強い、このスタイルめっちゃ強い。おい、ラグビーやめちまえって。お前まだまだ弱小やな。少し大人げなかったかもな。いえ、それよりもう消えましょう。高校生の体じゃねえの。そのまま一人で脱出を。僕たちも順次校内から離脱します。これやばいよな。うちの事務所で落ち合いましょう。この状況やばいよな。わかった。横浜99巻に戻ろう。カイドウさんたちもそこにいるはずだ。うわー、やらかしたなー、この高校結構やらかしちゃったな。あの場面を見られてたら終わりだぜ。あの場面をさすがに見られたら、俺ら探偵なんでいじめのあれをし、事件を解決しに来ましたって言っても多分誰一人信じてくれなさそうだな。よし、こういう時はスッキバーウヒュー、めっちゃ楽、マジで楽。これ車行けるかな、車飛べるかな、飛べ、あー行った、ごめんなさい、すいません。よし着いた、結構遠いんだなここ。しかし
ターボーが変態で捕まりかけるとはな。いや助けてよ本当に。そんなドジ踏まないって俺は。いやハムやばいけど。いじめっ子連中はいい気味だったね。うんうん、もっとギタギタにしちゃってもよかったんじゃない。いや俺もさしたかったんよ。そしたらもう甲田さんもいじめられないし、うんうん、何でも拳で済ますんじゃないよ。それでよしとしてんじゃもうこの手の依頼は来ないね杉浦くん。そう21歳までだよ。それ言う21歳までだからそれは。するとやはりあそこで仕掛けたスピーカーたちが物を言うわけですか。ああ期待通りに行くといいんだけど。何をするんだよ。まあやることやったんだろう。あとは明日天命を待とうじゃねえか。明日ねやろうぜ。うわ楽しみ。あのスピーカーの意味がね明日わかると思います。休もう。さあショータイムの開始だぜ不良ども。いいね勾配夏井来た。うう剣じゃねえよてめえら。汚れんだろ机は。たまには一緒に飯行こうぜ。おおおお。ええじゃねえってこうだ。早く行くよ。うるせえよブス。今日マッツ朝からむしゃくしゃしてんだから。私はいいよここで。は？何逆らってんの？じゃあこれは没収ね。は？ほら早く行こうぜエロ女。は？それともやっぱ食欲より性欲か。本能むき出しできてんのな。ほーら待てよ。マジムカつく。蹴んなよ。そんな鈍いの。一緒に飯食おうって誘ってやってんじゃん。うるせえブスだから来たくねえんだよ。いちいち呪い。おい助けてやれよ。ああ気分悪いな。飯がまずくなるよ。来た。おい誰だ今の。俺じゃないって。気分悪いって。俺たちのことが。そうだよ。そんなの当たり前じゃん。他に誰がいいんだよ。ああ俺もそう思ってた。だよな。俺も思ってた。毎日女の子一人にご苦労さん。あれでいい気になってんだからめでてえよな。いやかわいそうですよね。ブブみんなちょっとこいつ甲田だよ。エロ女に味方すんの。甲田さん大丈夫。そんな奴ら無視しなよ。しちゃいないしちゃいない。バカっぽい悪口だよな。エロ女だってさ。出せよな。清純派はご潔癖ですな。なんなのねえ。ヒステリーはみっともないな。それじゃあモテないよ。はぁ、あ、言ってやれ。何見てんだ。なんか言いてえことでもあんのかよ。言ってやれお前ら。決まってんじゃん。まだ気づいてねえの。確かにさ。お、いいぞ。お前らいい加減にしろよ。いいぞ野球部。絶対野球部この人。それそれ。ほんと何様だ。もう甲田に構うなよお前ら。そうだ甲田さんに近づくな。おお来た来た。やっと言えたじゃねえか。せいせいしたぜ。お前らはよそで飯食うんだろ。早く出てけよ。おやししー。おー確かに言ってた。出てけ出てけ。よーし行け行け。競馬じゃねえんだわ。おい行け。なんだよお前ら急に。おい待つ。うれはついてる。もう行こう。お前がむしろエロ女じゃねえか。シシッ。へっ二度と近づくな。イエーイ。すごい。やった。あの子たちがこんなにまとまるなんて嬉しい。みんな分かっちゃいるんですよ。自分たちが見過ごしちゃいけないもんに声を上げずにいたって。いやー来た来た。大人だってそういうことあるでしょ。冴えてるな今日俺。さんはこれを狙ってたわけですか。理事長ちょっと髪の毛薄いのあるぞ。集団心理に頭皮に傍観者効果って言葉があるそうです。見てちょっと生えてんの。事件に出くわした時自分以外にも傍観者がいる中で人が思うことは大きく3つ、はい、他の人がやらないなら緊急性はない。うんうんうん、他の人がやらないなら自分だけやる必要はない。このぐらいのことで行動を起こすのは恥ずかしい。結果誰もが動かないただの傍観者になる。でもそんな時一歩前に出て声を上げられる人がいれば
俺はきっと潮目が変わるんじゃないかって思ったんです。いやほらペンギンの群れも海に飛び込む前はみんな尻込みしてるけど最初の1羽が行くとドッと続くでしょ。ファーストペンギンですね。未知の海へ飛び込む最初のペンギン。ファーストペンギン。それをアメリカでは敬意を込めてファーストペンギンと呼ぶそうです。つまり矢上氏はそうなあの教室にファーストペンギンの声を上げたと。これでいじめが解決したかは分かりませんけど、その取っかかりにはなるのかも。来た。そう、話しかけろ。いいぞ。あいつら、もういないから大丈夫だよ。やった。めっちゃ良かった。めっちゃいい。高田さんの未来は俺らが守ったぞ。よーっしゃ、お前らよくやった。いや素晴らしいぞ。ひとまず様子見にしませんか、沢先生。うんうん。今は下手に大人から手を出さない方が。たまたまにしてはうまくいったみたいですけど、はい、また何かあればやはり教師や学校が動くべきだと思います。それはそうよ。それはもちろん。そうですね。それはもちろんです。うん。失礼します。いや沢先生も頑張ってほしい。うん。おい、せっかくうまいことやったんだ、先生の顔も立ててやれよ。あのね、向こうは探偵ごときが教育に口を挟むなって言ってきたんだよ。いや、これはとんだ失礼よ。いや、いいんですよ。しかしお見事でした、矢上さん。いやいや、そんな。この年になって面目ないことですが、本当に勉強させていただきました。そんなことは理事長。まあ、そんな。テカテカのとこに髪の毛生えてたんですよ。やはり僕の目に狂いはなかった。さすがですぞ。おお、見習えよ。源田法律事務所池で、そういや横浜に来てること言ってなかったな。これでなんかあるんじゃない、また事件が。すいません、ちょっと。はい、矢上です。白崎です。矢上さん、今少し大丈夫ですか。ああ、いいけど。うわ、来るわ。至急でお願いしたい仕事があります。うちで抱えていた裁判の件で。ああ、沙織さん、それなんだけど、至急ってことだとまずいかも。今俺らカムロ町じゃないんだ、横浜に来ててさ。え、そうだったんですか。ごめん。杉浦たちがこっちで探偵始めたんで、その手伝い、まだ現場なんだ。星稜高校ってとこ。あれ、沙織さん、どうした、聞こえる、電波障害。星稜高校というのは偉人町に近いあの。ん、そんなに有名。2ヶ月前にそちらで教育実習中の大学生が失踪しています。ほう。ある日突然。ああ、言ってたやつだ。知ってる知ってる。そんな話聞いたかも。あ、言ってた言ってた。彼は星稜校の卒業生で、つまり母校に戻って教育実習をしていたんです。ちょっと待ってよ、なんで沙織さんがそんなことを。実習生の名前は三越葉博。先日他殺体となって発見されました、偉人町のハイビルで。腐敗が進んでいましたが、先ほど神奈川県警が身元を断定しました。間違いありません。先ほど、何の話してんだ。ですが、その死体が三越場であると事前に言い当てた人物がいたんです。私が弁護してた江原という痴漢で、現役の警察官です。うん。2ヶ月前、三越場が失踪したまさにその日、駅で現行犯逮捕されました。いたいた、変態親父ね。じゃあそいつが殺しもしてたってこと。いえ、まだ被害者が生存してた時刻、江原は都内の駅に向かっていました。そしてそのまま痴漢で逮捕され、今も拘留されてます。めちゃめちゃ揉んでたな。殺しについてはアリバイがあると。ええ、
しかもつい先日、江原とは別の誰かが発煙筒で巫女柴の死体を発見させるように仕向けています。そちらが殺害の実行犯でしょう。ただし江原とも何らかのつながりがあったはずです。ああ、でなきゃそいつに死体の身元は言い当てられない。そうです。江原は現役警官として痴漢を働いただけでなく、その裏で殺人犯と関わっていたことになります。でもそいつの動機は恐ろしい。4年前に江原の一人息子が自宅で首を吊ったんです。うん、やはり清涼高校の生徒でした。清涼高校闇だな。それを江原は息子の同級生だった巫女柴のいじめのせいだと考えています。はあ、息子の仇？それで誰か人を使って復讐したってことか。その可能性があります。ですから八神さん、今回調査をお願いしたいのは巫女柴殺害の真相についてです。あ、このままいけるじゃん。これまで私は江原をただの痴漢としか見ていませんでしたまあな、そうだよな。でも彼がそれを巫女柴殺害と同じ日に起こしたのには何か意図があるはずなんです。そりゃ確実なアリバイを用意するためじゃないの。でないと怨恨の線で真っ先に疑われるわけだから。そのためにわざわざ痴漢なんて。アリバイを作るだけなら他にいくらでもやりようがあったはずです。いや、痴漢したかったんじゃない本当に。要するに弁護人として私は江原に対して何か重大な見落としをしている可能性があります。まあ絶対あるよね、裏は。そんな状態で法廷に判決を出させてしまったんです。このまま見過ごしてはおけません。私はあの日起きた痴漢と殺人を二つで一つの事件として見直したいんです。分かった。これオチが痴漢だったらおもろいけどね。何から始める？もしかしてそちらは今清涼高校で聞き込みができる状況ですか？そうであれば失踪直前の巫女柴の様子や他にもそこでしか手に入らない情報があると思うんです。はいはいはい。もうすぐに動いちゃっていい？ええ、正式に仕事として依頼させていただきます。了解、引き受けた。おお。仕事が途切れずにあるって最高だね。儲かりもんよこんなの。前回までのあらすじ。ある日、横浜偉人町で発見された若者のフランシュタイン。彼は八神が潜入していた高校で教育実習中、突然失踪していた人物だった。この事件の鍵を握るのは世間を炎上させた痴漢にして現職の警察官江原。殺された被害者のことを息子の仇として強い復讐心を抱えていた。チャプター02、殺された加害者。沙織さん、調査へ入る前にもう少しいい？例の被告人のプロフィールだけど。プロフィールね、見たいね。痴漢で逮捕されたのは警視庁の現役警察官で江原明弘。はいはい。新宿区の交番に勤務する巡査長。年齢は53。住まいは都内のアパートで一人暮らしでした。ああ、じゃあ金持ちや。一人暮らしって奥さんは？奥さんは7年前に息子が清涼高校に入ったので、うん、江原を残して横浜へ移り住んだそうです。離婚ではないのか？その3年後、つまり今から4年前に息子の敏郎くんが自殺を。はあ、その後も別居？敏郎くんが亡くなった後、妻は江原との同居を拒んだそうです。はいはいはい。私もそれ以上のことは何も。なるほどね。そっか。痴漢の件について江原は無実を主張しています。自分はやっていないと。いや、それはやったんだろ。ただ実際には防犯映像やスマホ動画、痴漢した際の微物検査など一通りの証拠が揃っています。痴漢はしたよ。テレビで流れてたのと一緒かな。痴漢はしたんよ多分。ええ、放送分はぼかしや編集も入ってましたが内容は同じです。確かにあれは動かぬ証拠って感じだったね。はい。で、その被告人が有罪にされた途端、突拍子もないことを言い出した。はいはい、ええ、そうです。裁判長、3日前に横浜のハイビルから死体が出てきたはず。頭いかれたんかと思ったよね最初ね。その死体の主は巫女柴弘と言います。
彼は4年前私の息子を自殺に追いやった。江原は息子が巫女柴からいじめを受けていたと考えています。そのことで清涼高校を訴えてもいました。しかし裁判ではいじめの事実は確認されなかったと判決が出されています。警察が動かなかったってことだよね。いじめ裁判の件を理事長からも聞いた話だ。ただ江原の方は判決に納得できなかったのかもな。当時の法廷でどういうやり取りがあったか私の方ではまだよく分かってません。そのあたりはすぐ聞き込めそうだよ。今目の前に関係者がいる。そうだね。誰です？理事長の理事長先生。理事長だよ。私が何か可愛い顔してパー。山見さん、でも一つ気をつけてください。ん？巫女柴ヒロが殺された事実はまだどこにも報道されていません。え？ですから特に学校関係者にはまだ伏せてください。何？いずれ神奈川県警も聞き込みに来るはずです。その時みんなが巫女柴の死を知っていたりしたら捜査妨害とみなされるってことか。ああ、なるほどね。探偵なんかすぐに事件から締め出される。ええ、巫女柴の写真は後で送ります。それとまだ注意することがありました。何？そんなにある？江原には一昨日痴漢の件で有罪判決が出ました。はいはいはい。あと13日で控訴を申し立てなければ判決通りに刑が執行されます。起訴は判決が不服な場合にもう一度法廷に開くことだ。でも判決の翌日から14日以内に申し立てなければ不服なしとして刑が確定する。そうなったら以後この事件はただの痴漢として処理されます。なるほど。一度蓋が閉じられたケースは滅多なことで開きません。たとえ後で何か重大な見落としがあってもです。ああ、また時間制限か。まだ情報が全然ないのにせかしてしまって。いいんだよ沙織さん。いいって。とにかく今やれることをやってくよ。じゃあ。いやこの子やばいな。何の話だったんだ。ごめんちょっと待った。なんかあれだね、イケメン先生だから女子生徒にモテそうな感じだよね。沙織さんからだ。こいつが巫女柴ヒロ、他殺隊で見つかった教育実習生か。まあでも人は見かけによらずだからね。悪い回答さん、分かんないからね。後で話すよ。今は理事長から話を聞かないと。さあ、かわいいおじいちゃん、話を聞かせてもらおうか。この理事長結構知ってるような気がするんだよな。話せよ。八神さん、何か。そうですね。何から話せばいいか。難しいね、いろいろあるからね。巫女柴が死体で見つかったことは話せない。でも失踪前の様子ぐらい聞けるはずだ。この間聞かせてもらった教育実習生が失踪したって話。え？この写真の彼ですよね。名前は巫女柴ヒロ。なんでそんな写真を。え？でもそうです。彼の話を少し伺いたいんです。別件の調査なんですけど。巫女柴君に何かあったんですか。あったんですね。いい人なのかな。彼の件で調査を依頼してきたのは俺の知り合いの弁護士です。でも細かな内容についてはお伝えできかねます。その先は探偵の守秘義務があるんで。そう、こう見えて探偵なんでね。同じように俺は理事長からの依頼も絶対人に言いません。そのことも踏まえてご理解を。巫女柴君は失踪届まで出てるんです。何かあったとしか。いずれお話できることは全部話します。でも今は俺に質問させてください。理事長頼むぜ。そうですか、わかりました。話がわかるな、やっぱり理事長は。巫女柴君はこちらの卒業生だったんですよね。その縁で教育実習に来ていた。ええ、言ってたね。期間はどのぐらいですか。3週間ほどの予定でした。3週間。それがもうすぐ終わるという頃に突然来なくなったんです。おー、なるほど、なるほど。特に前日まで変わりなかったのに急に。いや、私も聞いた話でしかないんですが。理事長。理事長は彼とはあまり。ええ、挨拶の時少し話した程度で。もう部屋買え。部屋遠いのよ、教室から関わりないじゃん、まったく。確かに理事長って立場だとそうかも。一時教育実習生の相手までしないか。
あーまあそうだよね、まさかって感じだもんね。三越くんは4年前にちょっと悪い噂がありましたよね。自殺した生徒さんへのいじめ加害者だと。ネットにそういう情報が出ていたことは承知しています。ですがその後の裁判でいじめの事実は確認できなかったと、そう判断されました。理事長、それだけでいいと思ってんの？なくて、あなたは今回のいじめ調査を思い立ったはずです。違いましたっけ？ええ、まあそれはそうですが。あら、隠してるな。4年前のことはもう終わった件なんですよ、うちとしては。待って、隠してんね。そういえば俺少し不思議だったんですよね。校内のいじめ調査を理事長がこっそり探偵に頼むっていうのが。しかも多分自腹で。そりゃ学校経営者がおっぴらに生徒たちを疑いませんから。しかし最近のいじめはネットに証拠映像が上がったり一気に炎上する。その時責任者としてテレビにさらされるのは私なんです。だからなるべく内密に調査をしたくて。ええ、ただ俺が一番気になったのはなんでそれが今だったのかってことです。あ、4年前はやんなかったのにってことか。何のことです？ああ、そういうことだ。理事長は最近になっていじめの取り組みを得ざるを得なくなった。そのきっかけは多分あれだ。多分あれだ。何これ、微物検査報告書。これでいいのかな。これでいい。痴漢が被害者の体に触ったことを示すのに警察はまず犯人の手を微物検査します。あ、多分これだ。そこから被害者女性の皮膚や衣服の成分が出てきたら裁判の時有力な証拠になるんです。いや、そうなんですよ。急に何の話ですか。ん？え？いや、そうですよね。おいおいおい、実は話の本題はこれじゃなくて。何やってんだよ。早速やらかしてしまったよ。リュウチョウ最近やっていじめ。ごめんなさい、またやっちゃったよ、またやっちゃった。多分これかな。多分おじさんがあれだもんね。わかんない。でもこれとりあえずこれだ。合ってっか。きっかけはこれですよね。これだろ。あ、それ知ってるだろ。2ヶ月前に撮られたこの映像、一時期何度もテレビで流されてました。痴漢の名前は江原明宏、都内で現役の警察官でした。あれ、聞き覚えられません？もちろんご存知ですよね。彼は息子がいじめにあって自殺したとこちらの学校に裁判まで起こしてた。それは、まあ、あら、あれ、すると江原に世間の目が集まっている今、もしこの学校に別のいじめが出てきたりしたら非常にまずいですよね。理事長、がっかりだよ。裁判でお咎めなしとなったのに、また4年前の生徒の自殺が方々から蒸し返される。もしかしたらあの時は学校がいじめをうまく隠し合わせただけなんじゃないかって。最悪だよ。だからあなたは今の校内に問題がないかを確かめておく必要があった。なるほど。で、もしいじめがあったらもみ消そうってか。理事長、そんなことは決して。ええ、そこまでは考えてなかったと信じてますよ。確かに皆さんにいじめ調査を依頼した理由はお察しの通りです。テレビで江原さんを見るたびいつうちに飛び火してくるか気が気じゃなかった。理事長、俺は敵じゃありませんよ。ただ三越馬君がどんな人物だったか知りたいだけなんです。なら私に聞くより沢先生の方が。え、彼女が三越馬君の教育実習を指導してたので。うわ、沢先生か。やっぱり、あ、そうだったんですか。すげえ関わってくるじゃん。ほら見ろ、やっぱあの先生の顔も立てときゃよかったんだ。あんたは惚れてるだけだろ。予想できないって。彼女をまた呼びましょうか。いえ、俺ただでさえ印象良くないでしょうし。こっちから出向きます。そうね。でしたら昼休みですし職員室にいると思います。あ、本当に？ワンフロア下の。オッケー。よし、沢先生のとこなら俺も行くか。来るな。いや、行くのは俺だけ。来るな、お前は。つくもたちも先帰ってていいから。何それ、
水臭いですぞ、八神氏。つくもし、そういうのじゃないんですぞ。あんま説明してる時間がなくてさ、夜まとめて話すから。じゃ頼むぞ。さて、沢先生と仲良くなりに行きましょうか。職員室か、ワンフロア下だったな。遠いよな、理事長室から多分1階ってな。すげえ遠いよ、階段も。もはや遠くなかった。めっちゃ近かった。理事長やる、やるとこついてる。こういうとこだけはいいのか。理事長室のいいところ発見しました。階段に近い。でもこれだけ、ぶっちゃけこれだけ。職員室はここか。勝手に入っちゃっていい。うわ、緊張するな。職員室だって怒られる時ぐらいしかね、職員室会ったことないですからね。何度入ったことか。こんちはーっす。急に知らん人入ってきたらビビるよな、みんな。何かご用ですか。沢先生いらっしゃいません。音楽の先生は絶対すぐに戻ってくると思います。失礼ですが、あなたは。絶対音楽家。別に大したもんじゃ。やばいだろ。沢先生の席ってどこですか。少しお話できたらすぐ帰りますんで。あそこのデスクです。英語の本がたくさん並んでる。英語かなのかな。わかりました、どうも。委員会通すな通すな、不審人物だよ。おい、誰でもいけるじゃん。めっちゃ疑ってるな、この人だけ。さっきからずっと疑ってたんよね。ちょっと喋れるかな、この人と。ずーっと疑ってたんよ、この人。入った瞬間から何も無言で俺を迎えてくれた。いい人なのかな。ほら、めっちゃ見てる。見んなよ、そんな。恥ずかしい。お、なんかあるぞ。これかな、沢先生のデスクは。沢先生は横芝の教育実習を誘導していた。何か横芝を知る手がかりはないか。いや、どう見てもこれだべ。絶対これだよ。いなそう、生徒たちの写真。でも成城高校と違う制服だ。っていうか、これもしかして先生本人か。真ん中そうだ、絶対 JK 時代の先生か。なるほど、生徒たちはこの写真を見て親近感を持つかもな。お、怪しいのがあるね。奥にも別の写真があるな。この学校の生徒か。すっげー中見たいけど今は人目がある。これどり。あー、先生の昔の写真何も変わってねえな。あ、来た。なんでこんなところに。まだいらしたんですか。どうも、ちょっと沢先生にお伺いしたいことが。なんです。巫女芝ヒロについて。え、あ、やばい、あ、やばい、みんな顔色が。2ヶ月前に沢先生が彼の教育実習を見てあげてたと理事長からそう聞きました。なんであなたの口から巫女芝君の名前が。彼が失踪する前、なんか変わったことなかったですか。トラブルを抱えていた様子とか。全部話してほしいんですよ。あの子は突然実習に来なくなったんです。それ以上は何も。もう少しよく思い出してくれません。その前とか。話を聞き込むにもなかなか材料がないな。別の切り口から言ってみるか。いえ、じゃあその三越場君の4年前の件についてはどうです。沢先生は当時もうこちらにいらしたんですよね。え、ここの生徒さんが自殺した時、ネットでいじめがあったんじゃないかと噂されました。その加害生徒として三越場君の名前が挙がってたはずです。沢先生ならわかるかな。でもそれこそただの噂です。あ、そうなんだ。彼のいじめはなかったってことですか。私は英語を教えてただけですが、三越場君は成績優秀でいい子でした。この間の教育実習でも後輩の生徒らとうまくやってたし、だから、はいはいはい、いじめをするような子じゃない。そうですね。じゃあなんでネットに名前が。そうね、私に聞かれても困ります。妙だな、さっきの高田さんへのいじめの時とは随分とテンションが違うみたいだけど。4年前のことは裁判までしていじめはなかったとされてるんです。沢先生も隠してました。江原さんとの裁判ですよね。
亡くなった生徒さんの父親で東京の警察官。こないだ痴漢で捕まってしまいました。ほらテレビで見ませんでした？ええ、知ってます。うん、でもそれが何です？さっきから何が言いたいんですか？あ、音楽家の先生気になってんね。多分江原さんは今も三越馬くんのせいで息子が自殺したと考えてます。あのね、八神さん。はい。何をしてるんです、あなたは？もう理事長の依頼は済んだはずですよね。違うんですよ。それになんでそんなに堂々としてられるんです？昨日は警備に通報までされて、沢先生と話したかったから。すぐお帰りになると思ってましたよ。話したかったからですよ。三越馬くんの話さえ聞けたら長いしません。見てる見てる。それならさっき言ったので全部です。じゃあ、あとツンデレかな。ツンデレっぽいな。彼、生徒たちとうまくやってたって言ってましたよね。その生徒たちって例えば誰のことですか？なるほどな。それはバスケ部の子たちとか。バスケ部？三越馬くんも。あ、やつらじゃなくて。以前バスケ部だったんです。教育実習中も練習に顔を出してたみたいで。バスケ部って、じゃあさっきのあの連中とも。あ、こいつはバスケ部なんだ。三越馬くんとよく話してました。威嚇しまくりだろう、右のやつ。なんだあいつ。わかりました。ご迷惑みたいなんで、あとはバスケ部の子たちを当たってみます。あ、ちょっと。じゃ、沢先生アデュー。バスケ部か。全員バスケ部なんだ。はぁ。海藤さん、聞こえるか？まだ学校にいる？なんだよ、タボ。もう俺らは帰っていいんじゃなかったか？そんな釣れないな。本当だよ。沢先生と二人で楽しくお話ししてたんだよ。やきもち焼いてんの。楽しい話なんてできるわけないでしょう。むしろ嫌われたかも。まあ、あれでも気になる情報を聞けたからちょっと手伝ってほしいんだよね。ああ、なんだよ。例のバスケ部のいじめっ子たちを探したいんだ。手貸してくんない？鳩飛ばしてさ。やっぱ俺の助けがいるわけか。いるいる。わかった。ドローンの定番だな。いや、来た、怪盗ドローン。俺は体育館あたりから探してみる。体育館？体育館にいるべ。バスケ部なら体育館いるべ。ああいう奴らでもちゃんと部活動参加してんのかな。幽霊部員とかじゃないの？だってさ、あんなにめちゃめちゃさ、なんか嫌われることしてたらさ、バスケ部行ったらめっちゃ浮いてる感じだと思うんだよね。しかもああいうやつらに限ってめっちゃ弱いとかあるんよ。あいつめっちゃセンスないじゃんバスケみたいな。本当に上手いやつが目立たなくて、ああいうやつらが目立って、なんか試合もボロ負けみたいな、俺がレギュラーだみたいな、ざけんなみたいな感じになっちゃうと思うんだよね。お邪魔しまーす。いや、いなそうだな。いると思ったんだけどね。こいつらじゃないべ。何これ、昼飯？今昼飯の時間か。ん、あれ、あの子もしかして、あ、え、高田さんもバスケ部なの？高田さんだよね。高田さんだよな。確か彼女もバスケ部だ。三越馬のこと知ってるかも。あら、高田さんバスケ部なんだ。お、頑張ってる。ちょっと見てみたいけど、多分これ俺がいるから打たないよね、きっと。ほら、めっちゃこっち見てるもん。打っていいの私？え、でもなんか見られてるし恥ずかしいみたいな感じで絶対こっち見てるよね。でも打ちたい、打ちたいけど打てない。なんで？あ、打つよ打つよ。打たないんかい。今打つモーション入ったよね。打つモーション入早く聞けてね、すいません。いけ。あ、惜しい。惜しいぞ、高田さん。シュート。惜しかったね。うんうん、惜しい惜しい。2年2組の高田さんでしょ、バスケ部の。見たことあるっしょ。はい。清掃員で。ちょっといいかな。前、教育実習に来てた三越馬って先生のことで。はっ、どうした。